川端です。よろしくお願いします。今回はルートを含む方程式という問題です。早速解説していきます。まずはですね、このルートの中身は0以上に必ずなります。ということから、x の範囲をね、求めていきますが、2x-1 が0以上、かつ、x-1 も0以上、かつ、6-x も0以上ですね。で、それぞれ解いて、これ解くと、x が2分の1以上。これ解くと、x が1以上。これ解くと、x が6以下というふうになります。ということで、2分の1以上かつ1以上かつ6以下ですので、2分の1以上、1以上、で、6以下。ということは、重なったところは、結局、1以上6以下と。いうことなので、まずは、結局、1以上6以下。この範囲になっているということが、まずわかります。で、その上で、この方、ね、ルートを含む方程式を変形していきますが、まずはですね、このマイナスルート x 引く1を移行してしまいます。ルート 2x 引く1イコール、ルート6引く x 足すルート x 引く1。そうすることによって、このルート、ほにゃららは0以上なので、左辺も0以上、右辺もこれ足し算だから0以上足す0以上で0以上という具合になります。で、この状態にしてからルートを外したいなっていうことで、両辺を2乗をします。そうすると、ルートが外れて 2x-1。これ2乗すると言っても、それぞれ2乗するわけではなくて、括弧をつけて2乗をしますよと。で、まあ、なんでちょっとね、この両方とも0以上になることを確認したかというとですね、この A が0以上で B が0以上ならばですね、A イコール B の時、A2 乗イコール B の2乗が成り立ちますし、A2 乗イコール B の2乗ならば A イコール B が成り立つということなんですね。もしね、この条件がないと、例えば X イコール3で2乗して X2 乗イコール9。でもこれっていうのは、こっちからこっちは成り立っても、こっちからこっちは成り立たないですね。X 乗イコール9っていうのは答えは X イコールマイナス3も入ってしまいますよね。だけど、両方とも0以上っていう条件のもとだったら、2乗して しても、こっちからこっちは成り立つし、こっちからこっちは成り立つ。なので、こっちも0以上、こっちも0以上だっていうことにしてから2乗したわけですね。で、そうすると、2x-1 イコール、ルート外して6-x 足す2ルート、こことここ掛け算します。6-x かける x-1。で、ここ2乗したら、ルート x-1 の2乗ということで、x-1 という具合になります。で、これを計算して、ピッピと計算して、2x、6-1 で5、5を移行してマイナス6イコール2ルート、カッコ 6-x、カッコ x-1 という具合になり、そしたら、ここ両辺2で割ってしまいますね。両辺2で割ってしまって、x-3 イコール、ルート 6-x、x-1 になります。で、ここで、やはりまた2乗するわけなんですけれども、ルートを外したいので2乗するわけですが、その時に気をつけてほしいのは、この右辺は、ルートほにゃららの0以上ですね。なので、こっちも0以上じゃ、なきゃいけないので、x が3以上じゃなきゃいけないってことですね。これ左側も0以上じゃなきゃいけないから、ここが0になる x は3なので、x-3 が0以上。つまり x が3以上。で、両辺を2乗します。そうすると、で、両辺2乗。したら、そうすると、カッコ x-3 の2乗イコールルートを外して、カッコ 6-x、カッコ x-1。そうすると、この二次方程式解けばいいわけですね。x2乗-6x 足す9イコール、これ展開して、マイナス x 乗。マイナス 6x とマイナス、
失礼しました。プラス x と 6x で 7x。で、6とマイナス1かけてマイナス6。移行して 2x2 乗をマイナス 13x プラス15イコール0。まあ、これ因数分解できますね。たすきがけ。そうすると、マイナス5とマイナス3で、マイナス 10x、マイナス 3x でマイナス 13x になりますね。イコール0。よって、x イコール2分の3と5と出ているんですが、ここで今、x は3以上じゃなきゃダメだよと。両辺ね、こう2乗するときに、右辺が0以上だったらこっちも0じゃないんや。っていうところから、x は3以上。で、さらに1以上6以下。まあ、つまりこれとこれ合わせると、合わせるっていうか、この範囲であり、この範囲であるものっていうのは、3以上6以下なんですね。この中にないとダメだよってことなので、2分の3は残念ながら該当しないと。なので答えが x イコール5というのが答えになります。ということですね。まあ、ちょっといろいろ、この範囲ですね。そこにちょっと気をつけながら変形しなきゃいけないので、まあ、その辺がちょっとね、難しいところかなというふうに思います。わかったかな？以上で解説終わります。では。